BB ステーション、ビッグバンドの、こうなんか基地のような、ステーションになって、いろいろな世代の若い人から同年代、まあ、上の人も含めていろいろな人たちと一緒にやれる、そういう場所になるといいなっていうところで BB ステーションという名前を付けました。BB ステーションに関してはほぼ僕の曲を全て演奏するっていうバンドになっております。まあ、自分のオリジナルのサウンド、そしていわゆる4ビートのジャズっていうのはほとんどなくてですね、どちらかというとジャズフュージョンより、そしてファンクよりな音楽、なんだけどもビッグバンドでそれをお送りするというところが、まあ、普通のバンドと比べてもちょっと違った特徴なんじゃないかと思います。バンドっていうのは生の人間が、まあ、17人うちですと17人とか18人とか、そういう一斉に集まって、一つの音楽を作っていくっていう意味では、もう格別のものがあるし、特に管楽器が多いですよね。で、管楽器っていうのは一人一音しか出せないんですよね。で、その一音しか出せない人たちがこの集まって、音楽を作っているこの贅沢さというか、we'll be right back.
それによって得られることもたくさんあって、まあ、こんなビッグバンドに限らずですけども、音楽、この中でも音楽ができるんだっていうことが分かったり、そんな中で、自分の、まあ、演奏を世の中に、しかもその場合一つの場所でコンサートをするのとは違って、全国にそして全世界に配信できるわけですから、まあ、そうまた違った魅力があるのかなっていうところも含めてやらせていただいております。今の形がベストではないかもしれませんけども、今考えられる中でいろいろなことをチャレンジしてまた新しいことを発見できたらいいなって思ってます。